独断と偏見と偏見と偏見によるラブライブの魅力紹介。一旦簡単な解説。ラブライブとは、本作の主人公である高坂ほのかが、自身の通う音の木坂学院の廃校を阻止するべく、学校の知名度を上げるために、スクールアイドルグループ、ミューズを結成し、全国大会であるラブライブを目指して仲間と共に努力を重ねていく物語である。以上解説終わり。簡単なメンバー紹介。まずはミューズのリーダー、天候操作の高坂ほのか、作詞担当のラバーローシュート、園田海、衣装担当の伝説メイド南小鳥、運動神経抜群のテンション上がるにゃ星空凛、アイドルオタクの誰か助けて小泉花代、作曲担当の意味わかんない錦野真希、 KKE で原翔奈生徒会長、綾瀬エリー、ミューズの名付け親の僕の推し東条のぞみ、大銀河宇宙ナンバーワンアイドル、不動のセンター矢沢二子。以上9名がミューズのメンバーである。おまんじゅううぐいす団子。もう飽きた。ラブライブの魅力紹介。笑いあり涙ありの青春物語。本作はアイドルを題材としているので、可愛いキャラたちの魅力あふれる歌や踊りも注目ポイントではあるが、人を引きつけるパフォーマンスをするにはそれ相応の努力が必要であり、元から運動部に所属していた園田海や、過去に本気でバレエをやっていた綾瀬エリを中心に本格的なトレーニングが行われる場面も多々ある。そしてその努力の結果が必ずしも報われるわけではないという辛い現実に直面しながらも、その経験を糧に再び努力を続ける彼女たちの姿を描いた物語をアイドルアニメの一言で表すにはあまりにも言葉が足りない。特に2期では作品としての覚醒を見せてくれるので、涙腺崩壊不可避。2期を見る際にはバスタオルのご用意をお忘れなく。アルパカ、ライバルの存在。本作にはスクールアイドル界で圧倒的人気を誇るアライズというグループが存在しており、最初のうちはほのかたちミューズでは太刀打ちできないほどパフォーマンスに差があったが、ミューズが9人となりスクールアイドルとして急成長を遂げたことでアライズから直々にライバル宣言をされ、お互いにラブライブを目指して大会でしのぎを削る間柄となる。個人的には1期1話のうちから登場しておりながら、最終的に楽曲が2曲しか出なかったのが残念に感じるくらい好きなグループ。完全にフルハウス。以上魅力紹介終わり。他にもラブライブのここが好きという点をぜひコメント欄へ。ご視聴ありがとうございました。